どうもシュンシュンチャンネルのシュンシュンです。はい、ということでタイトルには書いてある通りね、そのバニーポップっていうのが今有名ですね。回復しながら高速移動できるっていう方法なんですけど、YouTube で調べてみたところね、まあいたね、PS4 版でいねえだろって思って俺出そうと思ったんだけど、もうすでにね上がってたね。だけどまあせっかくだからね、俺もちょっと動画にしてみようかなって思ったので、ちょっと試しにやってみたいと思います。今回は解説動画ってなるんですけど、どうやってやるか、まず最初に一番ね大切なことがあると思うんだけど、この設定なんだよね。まず最初にしゃがみボタン、これね切り替えにしてる人が多いんじゃないかな、わかんない。要するに一回押してあとはジャンプしちゃったらもう立ち上がっちゃいっぱなしだから、これいけないんだよね。このしゃがみボタンをホールドにすることによってパソコン版とね同じような状況になるということがね分かりましたね。やってたらこう押してジャンプしてもまたしゃがむんですね、ホールドにしておくと。これがすごく大切。これじゃないとね、正直ね、人力でやるのはちょっと厳しいかなって自分は思います。まずね、お前できんのかって話なんですけど、まあ、実際やってみたいと思います。まずね、回復するとさ、こうやって遅くなっちゃうじゃん、こんなに。0.5 秒とかでもここにたどり着けないんですね。ちょっと助走をつけて、まあ、大体2秒ぐらいがいいって書いてあったんですけど、ここで2秒ぐらいつけて、やって回復しながらこうやってやると、わかりますか？もうかなり進むんですよ。これが今のは前進ジャンプって言って、前に行くだけのやつ。ではね、実際に実験ということで、あの影に隠れてみたいと思います。力まない方がいいかな。力むとね、確実に走っちゃって、回復が途切れちゃうって感じかな。ではでは。といったこんな感じにね、高速でこの影に隠れながら回復できる。では、実際にその練習ということでね、どうやってやってるかっていうのを、左上あたりにね、テロップみたいなの流れてるから、そこら辺で、どうやってやってるかっていうのを見てほしいんですけど、1番目としては2秒間ほど助走をつきますね、走って。でそこでしゃがみを入力します。これね、助走をつけてスライディングしてジャンプして、スライディングしてジャンプして、スライディングしてジャンプしてっていうのを繰り返していくんですけど、これが前進ジャンプね。これのそのジャンプするタイミングがうまくいくとこんな感じに速くなります。やっぱ一直線だからダメっていう人もいると思うんですけど、正直最初はこの前進からね始めていけばいいと思います。これだったら走って回復しながらこんな感じにね、第1第2第3までの工程は変わらないんですけど、次は左側に行く方法で、その左スティックやる際にホールドでしゃがみながら左に少しずつ少しずつ抜いていくって感じがいいですかね。左に倒していく感じをちょっと体に覚えさせると、ほい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 といった感じでね、これが前進ジャンプ、はいね。じゃあ今度は右でやってみたいと思います。走って2秒ほど助走をつけてスライディング回復、右に入っていきますといった感じですね。例えば敵があそこにいる、うわ逃げろってなった時にスライディング回復、これだけでね、本当はあそこで回復してないといけないはずなのに、ここで回復できると。いや、これは便利ですね。よく考えたもんだ。誰がこんな見つけるんだろうね。このバニーポップのやり方っていうのは、もういろんな人が上げてるから、まあ、こんな動画見つけたところでって話かもしれないんですけど、これはね、どっちかっていうと簡単にやる方法ですね。パソコン版と同じようなやり方をすると、どうしても難しくなっちゃうんですけど、こうやって左にしか入力しないとか、右にしか入力しないとか、もう一つに集中してあげれば、おそらくパッドの人でも簡単にできると思います。一番大切なことは設定をまず変えてみましょう。自分は切り替えでやってた時は地獄を見たんですけど、大事なこととしてはホールドに設定を変えるということを心がけるというか、変えてみるといいんじゃないでしょうか。では今回はここで終わりたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、 Twitter のリツイート、高評価をお願いします。じゃ、またねー。